口雄星、スタンフォード大学で米国に挑戦しているリンタロウくんとご飯に行きました。19歳とは思えないほど考え方がしっかりとしていているので、何も教えることはなかったのですが、どんな時も忘れてはいけない英単語はプライスレスとだけ伝えました。彼の挑戦を長い目で、そして温かい目で応援したいです。リンタロウでっか。でかすぎる。肩幅やばい。体ごっつ。リンタロウ坊ちゃん、でかすぎる。なんちゅう胸板の厚さ。何か顔が発泡に似てる気がする。めちゃくちゃ言い難いしてんな。なんか間違えてアメフト始めたりしないかな。でけえな、俺は体格は正義だと思ってるから活躍すると思う。で、怪我などなくしっかり経験積めれば、とてつもないスラッガーになってくれそうやね。小口雄星と、佐々木麟太郎が、アメリカのスタンフォード大学で、出会ったー。19歳？こうやって気にかけて顔見せる先輩いいな。どっちがメジャーリーガーかわからんくらいでかいな。でかいは正義。菊池雄星が小さく見えるくらい佐々木麟太郎の体がごつい。花巻東の先輩後輩だ。花巻東の先輩後輩の素敵なツーショット。麟太郎くん、嬉しいやろうな。正規、花巻東はやばい。全然英語喋れないんだけどなんでプライスレスなんだろう。リアクションの強さを表してるからなのかな。ザットイズはプライスレスジョークイコールめっちゃ面白いジョークだねのめっちゃみたいな。マスターカードの話ではない。高卒からアメリカに渡る時代。将来楽しみな選手。それにしてもまたでかくなったな。菊池雄星氏が東北の小さな町から MLB を本気で目指さなければ、大谷翔平選手も佐々木朗希選手も佐々木麟太郎選手もそして花巻東高校も今の道を歩むことはなかっただろう。ファーストペンギン菊池雄星氏を岩手県は真っ先に称え、県の教科書にもすべきだ。熱すぎる、佐々木さんの栄えある未来と、菊池さんのさらなる活躍を願うばかり。こんなでかいんや、大成してくれや。